なんかこの10個ガチャフェスゲンヒロインガチャかすごい、改めましてこんにちは、マックスプレンです。ちょっと今回めっちゃ引く気満々だったんで、引き足りないということでおかわりいきたいと思います。いやー、なんでしょう、一発って、え、金も出んのか。そうか、出るよな、出るよな。メル、メル、メルモちゃん、メルモちゃん、金も出るね。びっくりした、ダイヤしか出ねえのかって思っちゃったよ。金2連発、さっきでやめといた、もみじやめといた方が良かった説あるな。参ります、押し通る。おー、メリディオナリス、久しく使わなくなったな。一時期ね、メリディオナリスばっかり使ってました。まだまだ行くぞ。まあ言うてあと6回しか引けないが、まだまだ行くぞ。オリアね、私のオリアは武器になっているぞ。参る、まだまだ行く。よし、いいペースだ、いいダイヤペースだ。オリア2連発、2連発は必要ない。参る、金か。売った、昔売った。あれ、なんか私すげえ今回いいと思ったんだけど、そうでもないね。チャコルな、チャコル、ポンノ、ポンノ、参ります。あ、なんだ、初めてのこと。まさかみんなフェスゲンヒロインガチャ引きすぎ問題。カラスの声、すごいタイミング。そんなわけでメンテナンスが明けました。さっきまで私はどんなテンションで動画を撮っていましたか。ちょっと結構時間が経ってしまったので覚えていません。参ります。13時17分からメンテナンスを実施してたんですね。なるほど、これが何でも魔法石10個、すげえ。追加で1回引けます。行きましょう。流れでさっき引いてたんですけど、そのメールに来てる3個があるので、ここから行きますね。さあさあ、いい、めちゃくちゃダイヤ出る。うわー、これはやばい、これはすごい引きだ。えぐ、あれ、今回の私は相当やばいね。よし、戻ってきました。続きいきます。さあ、金、よしよしよし、たまに金を挟まなくてはならない、たまに金は必要だ。ここで星7確定、参ります。ちょっと待って、星7って誰。イルミナ、プレーナ、ウルカ、チェルン、チャコル、ドーナ。なるほど、今回すごい引きだ。ドーナ、チャコルすでに引いてるから、これでワンチャンもう一回ドーナが出たらもう皆さん大変ですね。マックス村井の端末どうなってんのって話ですね。いきますよ。これすごい、これはすごい、恐ろしいことが起こってる。今回私はこのガチャとの相性がめちゃくちゃいいと思う。もう勢いをつけるしかない、急ぐしかない、もうビュンビュン引くしかない、ビュン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 引くしかない。これは、おっ、おお、とんでもない、
やべえ、もうビュンビュン弾くしかない。あの子もめちゃくちゃ大当たりなんですけど、え、もう待って、あれが出た時点でもう弾かなくてよくない？流れで弾いちゃった。流れで勢いつけて弾いちゃったけど、もう いらなくない？もう、やばい、卒業じゃない私。フェス限ヒロインガチャ卒業まである。ポンノ、さっき出たのポンノっていうキャラです。この子が変身すると、ベラボニー、闇属性全パラ 1.5 倍、闇を7個以上つなげて消すと12倍で固定1ダメージ。可能性の塊。もう卒業だ。皆さん、私は今卒業しようか悩んだんですよ。ただ言っときます、あと2回なんか予感がする。まずは君から。予感がする、これはやばい予感がする。クネビア、うん、クビアか。予感がする。参ります、これがラスト。ほら、やばい、やばいよ、えぐすぎるよ、引きがすさまじい。そんなわけで最後結果を見ましょう。こちらです。イエー、すごー、とんでもねえ引きを見せた。今ね、こっちにしたんですよ。多色リーダーを育ててリーダー運用したいなって思ったんですけど、これ悩みますね。この前もめちゃくちゃいいっすね。悩む、これ悩みどころで、チャコルを2体引けたのがえぐい。先日私ジライヤ一時期めちゃめちゃ使ってた時代があるんですけど、もう一回キパに戻れと言われてる気がしなくもない。うわー、チャコルもいい、めちゃくちゃ強いじゃん。で、この子もやばいからね、ポンのね。いや、すげえことになったわ。とんでもない。自分の引きが怖い。まあ、そんなわけで改めまして、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。次の動画でも、次の動画もぜひ、楽しんでください。見てください。さよなら。